今日は医学部の入試で大変流行中の車軸回転体の体積について講義したいと思います。まず車軸回転体の前に普通の y イコール fx について確認しておきます。まずここの部分を x 軸の周りに回してできる体積の式、これは皆さんも書けると思うんですけども、ここで確認しておきたいのは、回転体の体積は回転軸に垂直に切るということ、これ必ずですからね。回転軸に垂直に切るんです。だから x 軸の周りに回すぞというときは x 軸に垂直に切ってあげて、出来上がったこの長さを回していくと考える。半径がこの y 座標である円を断面と見るっていうことなんです。はい、この時に基準点からの距離がラージ x である点を取って、細かい横幅をデルタ x と考えて、断面積は πy2 乗、細かい横幅はデルタ x、 これを0の場所から a の場所まで足し始めていくんだけど、 a の場所ってのはここからの離れた距離と考えられる。基準点からの距離が a であるところで式を作るってことなんで、0から a までの πy2 乗 dx が体積 v 段だと考えられます。この話を斜めに変えたのがあちらの車軸回転体なので、まず今のところをしっかりと確認しておきましょう。 y イコール x に関して回したいということであれば、回転軸に垂直に切りたいっていうことなので、こうかな、ここの部分を y イコール x の周りに回したいってことなんだよね。そして基準点とここの距離をラージ x と置くんだったよね。でここをラージ y、ここをラージ x としよう。でここは点 p、 ここは点 h って置いてみるね。さあ、そしたら今回の断面積は πy2 乗でいいよね。でこの方向に改めてラージ x 軸取ってるわけだから、足し集めていく方向はデルタ x だよね。ということでこの場合計算式はどうなるかというと、 πy2 乗をデルタ x という風に書けるわけだね。あと積分区間は x 座標の範囲を答えるわけだけども、こちらと同じように考えれば x 座標が0の場所からここまでの距離ね、ここまでの斜めの距離、斜めの距離をスモール a とでも置いてあげることにすれば、積分区間は0から a までと考えることができるよね。問題はこれをどうやって積分計算するのかって話なんだよね。全然違う文字なんでこのままじゃ積分計算できません。これをどうするかってことです。はい、ではどうするかなんですけども、まずですね、この曲線上の点 P を文字で置きます。 TFT って置きます。で一昔前に流行っていたやり方は、点と直線の距離公式を用いてラージ y を t で表す。あとは OP の長さってのが三平方の定理を使えば t で表せるよね。これが t で表せ、これも t で表せ、だから三平方の定理使えばこいつも t で表せるわけよ。ていうことで点 p を t で表して三平方などを用いて t で表す。あとはそれを使って置換積分するってのが流行ってました。しかし最近のトレンド、トレンドって何を基準に言ってるかっていうと、入試でこういう動画あったんですよね。順天堂で出てたんですけども、それがまあ俺がトレンドって呼んでんだけども、いいかい、実は今回の場合ってね、この h の座標を求めるのはそこまで難しくないんだよ。だって傾き1って分かってるでしょ。したら通る点置いてあげれば、この直線の傾きってマイナス1だもんね。傾きマイナス1ってことはこの直線出るじゃん。連立すれば h 出るじゃんね。もし h の座標が出たんであれば、直接距離公式、距離公式ってすることができるよね。はい、しかしここで本当に距離公式を使ってしまうとちょっと遅いんだな。いいかい、今回はこいつもこいつも傾きが分かってんだよね。いいかい、
傾きが分かっている直線に対して斜めの切り取る線分の長さを求めたいのであれば、それはね、ひで解くんだよ。ひで。わかる？傾き M でしょ？ってことは、1対 M ってことなんだよね。すると、この2つの値で三平方の定理してあげれば、斜めの比率で出てくるわけじゃない。ね。こうすることによって出てくる。だから、今回、傾き1だぜーって言うんだったら、ここの X 座標出たら、1対1対ルート2。ここも同じく、1対1対ルート2。こう計算することで、ラージ X とラージ Y は T で表現できるわけよ。ということで、先ほどね、X で来たものを文章に書いておきました。なので、止めてもらって、写してもらって、で、ここまで繰り返し何回か見れるはずですから、ちょっとまだ納得できないぞというのであれば、繰り返し見てもらって、で、次の解説を聞いてもらえればと思います。それでは、やってみましょうか。はい。Y イコールルート X 上に、T、ルート T という点を取ります。ここから、Y イコール X 上に、垂線 PH を下ろしてあげて、PH の長さをラージ Y、そして OH の長さをラージ X と置いてみます。で、こいつらを T で表すために、ここから垂線を下ろした H の座標を求めてみようってことだったよね。すると、直線 PH の傾きがマイナス1であることから、こういう風に直線 PH が書けるので、Y を消去して、方程式を解いていくと、H の X 座標がこのような形で書けました。あとは、先ほども言った通り、OH ってのは傾き1の直線上。PH も傾きマイナス1の直線上だからね。だから、1対1対ルート2って比率になってくるので、それを上手に使います。はい。ってことで、ラージ X がこんな感じ。ラージ Y はこんな感じで書けました。それでは今回は、ここまで長さはルート2と考えられますから、積分区間0からルート2と取ってあげて、あんな形かな。0ルート2、πy2 乗 dx となります。で、y のところにこの式を代入してあげると、このような形になるけども、t の式を x で積分しろと言われても、これちょっと難しいよね。だから、置換積分実行してやっていくんだけども、置換の仕方は、こちらに書いてある通りの与えられた曲線の式で。なので、この曲線の式で置換積分実行します。ということで、実際に置換積分を実行すると、こういう形になっていきます。この t の範囲0から1っていうのは、さっきのグラフを見てもらえればわかると思うんだけども、グラフで、ここ x イコール0、ここ x イコール1だったんだけども、曲線がここからここに動いてる間に、原点からの距離がルート2になるんだもんね。だから、x が1の、失礼、ルート2の時、これは t イコール1になると考えられるので、そういう図を使ってこういう形になります。はい。あとは、もうただ積分計算をしていくだけですんで、動画を止めて写してもらえればなと思います、ね。答えはあちらの通り、60分のルート 2π になります。ね、まあ、これはある大学では、ルート x で回した今の問題が出たし、次の年にこっち側、y イコール x2 乗を回したものが出ました。それは体積同じになるじゃんよって話なんですけども、経験したことがないと、ま、対処ができなかったでしょう。ね。といったものが、まあ、すごく流行ってますので、もしかしたらね、これ見てもらった後で、わ、出た。すげえラッキーってことがあるかもしれませんから、もう一度ね、最初の方の部分を繰り返し見てみてください。それでは、またどっかでお会いしましょう。